ここどこだ？僕夢の中にいるのか？なんかすごい見た目がアニメ調なんだけど、みんなもアニメ調に見える？なんかフォートナイトってこんな絵柄だっけ？おかしいな。とりあえず外行こう、ここ寒いし。なにこれ、街並みもアニメ調になってるじゃん。え、なんだここ、なんか見たことあるような気がするけど。あ、なんかちょっと待って、僕なんか一つアイテム持ってる。グラップルグローブ、懐かしいな。これこれ使って移動しろってことか。ちょっと移動してみよう。おお、すごい、これあれだ、進撃の巨人だ。ここの街並み思い出したぞ。僕ちょっと待って、あれってもしかして僕の勘違いじゃなければ巨人だよね。どうしよう、僕食べられちゃうかも。どうすればいいと思う？みんなでも気になるな、あの巨人。ちょっと行ってみよっかな。このグラップルグローブ持ってるし、万が一の時は逃げられるでしょ。とりあえず行ってみよう。なんか聞いた話によると、クリエ2.0 が実装されたんだよね。だからこんなリアルなマップが作れるようになったのか。そもそもここ登れるの？ほっ、ちょっと挑戦してみるけど。もうちょっと、ちょっとやばい、怖いんだけど。ほら、そこに手がある、巨人の。大丈夫かな、捕まれないようにしないと。あー、落ちる。え、登れない、もしかしてここ。うわー、あー、ちょっと登りたいんだけど。ここ登れないのか。お、登れた。すごい、めっちゃリアルじゃん。動き出したりしないよね、巨人。僕食べないでよ、その口で。僕まだ行きたいから。こっち行きたいんだけど、行き止まりだね、こっち。ここは、ここからは。え、やば、めっちゃリアルじゃん。ピッチャー、後ろ動いてる。待って、嘘でした、びっくりした。やっぱりキッドは騙されやすいね。もうびっくりさせないでよ。すごいね、巨人も見えるし、めっちゃリアル。この家が壊れてる感じとか。キッドが壊したんでしょ。違いますけど。キッド、巨人がいなくなってる。またそうやって僕を騙そうとしてるんでしょ。本当だって、見てみろよ向こう。じゃあ嘘ついたら何してくれるの？いいから早く。本当に？本当だ、巨人いなくなってるじゃん。しかもなんか上に飛んでる。何あれ、飛行船が飛んでるじゃん。ちょっと行ってみたい。あれ乗れるのかな。どうだろう、これ乗れるの？あそこに入り口があるね。本当だ、どうだぞ。ワンちゃん行けるかも。知らないけど、あ、なんか青く光った。24ポイント溜まったけど。